九州の人いるんだけど、はい、言って1ヶ月経たないうちに心臓を抑えて亡くなっちゃったの。結構大きな九州の型屋さん、うん、で木型とか樹脂型とかみんなやってたんだけど、もう何十年前、35、6年ぐらい前じゃない、うん、でじゃあそれは分かってる範囲でプラ型の作り方言いますよって言ったらさ、1ヶ月経たないぐらいでそこの社長心臓を抑えて行っちゃいましただから あれあの社運をかけるとか、うん、あの死んでも頑張りますとか言わないでねっていつも言うんですよ、うん、だって所詮は仕事なんだからさ、うん、趣味じゃないんだからさ、趣味でやってても命だけは命まではかけないでねって言うわけ、うん、で俺みたいに生半可がいっちゃう、いやいやそうじゃないけどでほらあの社長のやってたと言ってたとこはさ、はい、これのなんでそんなに僕が入れ込んでるかっていうと、自分で車作る時とか、うん、まあこれ家電とか通信とかもあるんだけど、自分で車作る時はさ、何が自分で作りたいのかが分かるわけでしょ結局、うん、自分で作りたいものがボタンなのか、うん、ね、ウィンカーレンズなのか、うん、そうレンズなのか、これで言えばこういうこれだったらこれのボタンなわけだよね、うん、これのペンなわけだよね、これのね、これのスタイラスペンのペン先なわけだよね、これ作りたいっていうさ真空中継でもさパターンがあるわけだよね、はい、これね、で本当だったら量産でプラ型でかあの型作っちゃえばいいわけだけど、そこまでの量がない場合はさ、やっぱりさこれのプラ型になるわけだよね、シリコン型になるわけだよね、これボタンだよね、うん、でこれ同じさ、これはもっとでかい型で、はい、こういう真空中継のパーツ作るわけ、これボタンだよね、うん、だからこのボタンがここに来るわけさ、ここに、これですね、これにね、うん、このボタン、これとこれは同じじゃないんだけど、うん、要するにこれなわけよ、ボタンなわけよ、うん、うん、であそこにあの白のあれ持ってきたから、そのそれボタン、それ900に透明樹脂、はい、来たお客さんにあのくれてやることもあるんだけどさ、これがボタンなわけよ、こう、で全部ね、全部ね、こういろんな、でこれさほらシルクかかったでしょ、うん、シルクが、うん、このシルクまでかけてさ、これ手の模様、ね、電話の模様とか手の模様とか、でこれ赤いさオプションだったらこの透明の部品だってできるわけさ、うん、で社長はボタン作りてんだボタン作りてんだっていう話があるから、いくら仕事を一生懸命やってもさ、所詮はまがいもんだからさ、うん、言っちゃ悪いけど材料はウレタンかエポキシかポリエステルなわけよ、うん、ですよね、うん、ですよ、でこれはエポキシとウレタンだってそのものとしては悪くないけど、量産のプラスチックとはまた違うわけよ、うん、うん、だから量あのもしこれ目指すんだったら、うん、これはこれでいいわけだけど、でリスクも大きくないんだよ、この作り方は、これが一番、そうこれが一番楽な作り方の低コストの、低コストでリスクが少なくて失敗しなくて、でも泡があればさ、うん、1個泡があれば不良品になっちゃうわけでしょ、ね、でもさこの量産品はそんなもんじゃないわけよ、そのリスクの度合いが、うん、型から作る、だって型は売り型でね作るわけがあるわけじゃん、でカメラのパーツだってあるし、大きく言えば目薬 あのブロー製剣の型なんかみんなそうだよ、でそれ売らないし、売り買いするってもメーカーだけにしか売らないじゃん型屋さんは、うんうん、だけどほらメーカーが発注しないとこれはさ品物ができないじゃん、型ができないじゃん、さっきの話じゃないけど、で自分で作りたい場合はまず素人はこんなものを逆立ちになってもできないわけだし、でやるっていうのも無理な話だよ、だって何十万から何千万も下手すらかかるわけだからさ、だからそれはできないんだけど、でも自分でこれ作りたくて量産でやるって言えばさ、量産でやるって言えばこれが小規模だってさ、または会社の中だってこの製作キャビティ部門
キャビ作れればできるわけよ。でプラスチックの成形する場合にはいろんな方法あるんだけど、はい、エポキシでこれ作るっていうやり方すれば、うん、100ショットか1000ショットぐらいはできて、でその技術が活かせるわけよね。でこれが量産できるでしょ。だから、うん、これ本格的にもちろんこれプラ簡易型から金型に移行するっていう人たち多いわけ、うんうん、最初これこのゴム中継やるわけ、はい、でゴム中継が低リスクなんだけど結局リスクが少なくてノウハウが少ないってことはどこでもできるわけよ、下手すれば、はい、ある程度の技術あれば、うん、でも量産の技術って結局型に60型ぐらいこれ失敗しないと生産しないと、この本型なんかは全然60型でも足りないぐらいの、うん、で発注するんだって ABC ランクがあってそのメーカーが発注するところが限られるわけでしょ、はい、ある程度受注のその、インフラが整ってなければさ、うん、で下手すればスライドコアなんかあるわけだから、だから例えば写真の富士フィルムだったら富士フィルムが発注するものなんかはさ、スライドが六方スライドとかさ八方スライドとかさ、もう割り方がさ国内でできないぐらいのものまであって、で例えばギアなんかだったらさ、ギアの1級2級3級とかさ等級があるじゃん、はい、等級によってギアの精度が違ってくるじゃん、はい、そういうのは海外じゃなくて国内限定で、何社かってもう決まってるじゃん、でそれ以外のところで受注しようったってなかなか受注できないって知らないしさ、だからウェブで募集するってこともあるんだけど技術が分かんないじゃん、で何十億円って発注するわけだから、それなりの下地がないとさ、みんな得意分野得意分野でやってて、であるからさできないわけじゃん。だけどまた戻るけど、ここのプラ型で自分たちがやりたいものがあればそれが一番本来的な姿なの。だけどいかんせんさ、作りようがないし誰も教えないじゃん、自分たちでこれこれはシリコンの作り方あれだけど、プラの作り方なんかさ分かんない、で言わないし、で途中段階だから、それはやる方もこうやればできますってさ安直にやるわけにいかないから、だけど自分たちが作る欲求があって、で技術があって、でそこにエポキシを使い回すところでの総合的なノウハウが集約されればもう作れる下地ってさみんなあるわ。だからこちらを視野に入れとかないと、これだけでいくらアルティブゴムだけで真空中継だけでいくらやってもここのところの違いは大きいですよってパターン、でせっかくやるんだったら同じ群馬に騙されたブレニー技研とすると言うことだけは言っちゃってもいいよって話で、型は持ってくれる、実際に磨いた班長磨いた磨かせたからさ、で3つそれは別枠の話だからまあ置いといて、うん、で型ね、型とりあえず型はだから鐘の樹脂型だけだとこのプロト型でもね、簡易型って呼んでんだけど、ちっとも簡易じゃないのよ、高性能高性能極めて高性能で、これエポキシやった人たちだけじゃないとできないのよ、金型やった技術だけでもできないのよ。ちょっと待って、持って重いからこれ重たいな、うん、でこれはこれのこのモールドベースのこの中身だから、壊さないでね、それで今度置いて、うん、でこれのこのモールドベースの、はい、社長このこれハッチングしてあるところ、車線機入るところはみんな金属、うん、でこれが中身、この黄色と黄色じゃなくてオレンジとピンク、キャビとコア、うん、中身
で全部は見せないでここのところここのところだけね。これが中身、これがこれが携帯電話だよね。でこれ裏側、ほらこれ裏側、裏側ね、うん、でこれが駒、真鍮の駒ね。でこれがここに入るわけで、これイデコっつってんだけどさ、うん、で製品と透明の製品と一緒に押し出しながらパカッと外してやると、うん、中子でこれが取れるわけ。で一つ簡単な作り方はこういうこと。だからほら金属でしょ、ここここ、うん、ここ今日はこれですよ、うん、でこれがほらみんな立ち上がりのさ、うん、携帯電話なんかの爪のところね、爪のところで、これで押し出しピンでエジェクターピンって言ってるんだけど、うん、これで押してやるわけ。だこれはエポクシなわけ。これがエポクシ、これがここのところ、そこのところがエポクシ。見てみなね、横から、ね、でこれが真鍮の駒、ほら真鍮の駒、これ沖中子って言ってるわけ。さっき言ったとアンダーカットになってるわけ。これが抜け出せないから製品と一緒にこれ抜いてやってポコッと取るわけ。うんとアンダーカット、だからこれが樹脂型、樹脂のエポキシの樹脂と鋼金属、それと金型のパーツで、社長ここのところに書いてあるこれがコア部分、コア部分ね、うん、でこれをこのモールドベースの中に入れ込むわけで、この丸い穴開けたエジェクターピンで押し出して携帯電話を取るの試作。これで試作、試作、それで100ショットとか200ショットぐらいしか取らない。で他数もったいないでしょ。そうね、うん、これちなみにこれ1個作るにいくら、200万とかなんかそういうんだよ、全部作ってよ。モデル型って40何万とかさ、すごいな、うん、で量産だってそんな高くないのよ。今はもう生産台数だけ作ってやっちゃうから、うん、モデル取るやろうね。いやーそうでもないよ。そうでもない、うん、だって堪能期だもん、いっぱいこれに関わる人がいるわけ、うん、うん、だからお金高くなる。でこれはこれが一つで沖中子で、なんちゃ悪いけど中子これちょっとそこ大事にしまっといてください、はい、はい、向かいよ、うん、これがこれがキャビね、あコア ね、 コアね、こちらのこちらの部分、うん、でこれさっき言った通りやろうとなったら樹脂をいじれる人しかできないね、うん、その辺でパティいじるようやつ、ね、そうね。で金型で掘るやり方って逆だからできないの。でこれは樹脂がだってこの上下ピンクのところとオレンジのところとまっすぐ辛い位置じゃなくてもこれとこれが V 字になっててもアンダーカットになっちゃダメだけど、製品自体はこれとこれの基準と V 字になってても樹脂だけやれれば取れちゃう。それで樹脂型じゃないとダメ。さっきのあれ出し、あのキャビ部分どっちになってるの、こっち、どっちでしょう、どうですか、これ違う、さっきのあれよ、見せて、うん、ちょっと見せて、合わせの部分ね、はこれが合わせの部分、いいよ、寝てんか、うん、来たよ、来て、まだこれが今社長と話しようけん、ごじゃんごじゃん。でこれがピンクの部分ね、でほらこのさっきの真鍮があったでしょ、うん、これとみんな合うわけ、パカッと。それでこれが00であって、うん、でこれで00であって、これ見ればエポキシだって分かるでしょ、うん、ね、触って錆びないから、この部分はこれあれあれじゃない、あれよりもっと耐熱性があってまた違う材料、うん、これは国内で名だたる企業が開発したやつ。でもそのとこね、違う、なんで僕がって言うと、この技術を
教えてって言われたから、だから何でもできるわけ。これもできるよ、もちろん、もちろん。こんだけ材料を作ってるわけだから。で、一つはこれが開発目標だから、この材料が。これさ、普通のエポキシだと割れちゃうわけ、弱いわけ、うん、だから熱に強くて圧力に強くて、うん、この成形に耐えられるつうことが、これがこれのこの簡易型の、あの早く作るエポキシの型のポイントなわけ。だから光沢出てるでしょ、うん、いや光沢も出てるけど、ここを見たらもう丸くしわかるよね。そうでしょ、ここを削る、これは機械で削ってるわけよ、うん、でこれにはめ込むわけ、だからこれがこういうふうになってるわけ、ね、こういうふうになってこのピンク色なわけ、うん、でこのゲートはどこかっていえば、ここに金属の部品入れて、ここからゲート、ここから回してるわけ。要はこれと同じよ。これの湯口がどこっていえば、これみんな湯口なわけよ、ね、でボタンの実際の形状はね、ボタンの形状はこれがボタンの形状なわけよ、うん、でこれがここに入るわけよ、うん、ね、それで製品になるわけよ。だからこれがこうでしょ、だから余分なわけよね、これがこうでしょ、うんうん、とここも同じなわけよ。これはこのところに金属のこれ丸いパーツが来て、そこからランナーゲート、この余分なとこね、はわしして、でこのぐるっと携帯電話のこのぐるっと回すわけ、うん、うん、でここのとこカットしちゃうわけだけどね、そうじゃないとあの意味がないからさ。でこの 上下の上側なわけ、うん、でボタン作ろうと思えばさ、同じようにしてこれ作れるわけ。そういうことね、うん、だけどこの材料がないとできないよと。でこの技術がないと、作り方が分かんないと分かんないよと。だって一番最初言った通り、九州のその亡くなっちゃったつあれ、この作り方を教えてっつってさ、来てで OK 取って、で言い始めたら1ヶ月でお亡くなりになっちゃったって。でこれはこれでしまっといてください。エポキシでしょ、うん、見るからにね、これが形なわけ。そういう意味で言えばこれが入るわけ、金属の中にね。で群馬はあのこういう下地がみんな揃ってるわけ、ある程度で、藤岡から富岡、うん、こういう関連の仕事やってるところがあの FRP のあれじゃないけど300件ある。だからあの地域的にはある程度あの九州の一部の地区、それとかあと門間、要するに松下の、あの関連だよね、みんな山陽とか、あの門間地区とあと一宮からあっちの名古屋、それとあとあの鬼怒川利根川水系の、あのホンダの関連とか日産の関連含めてみんなあるわけで、群馬はもっと古いのよ、あの富岡製紙が世界遺産になったじゃん、うん、あれ の製紙関係から始まって、うん、でほらプラスチックは第二次世界大戦後からっつってたけど、はい、繊維不況になったでしょ、はい、それ含めて重工業地帯の下請けなり、それよりもっとは富国強兵の富岡製紙からの流れで、やっぱりあのなんとか工業とかさ、みんなあるわけよ、うん、だから全然別のインフラでもって下地のこういうあの工業製品作る組あの外注メッキからあるわけだから、うん、あのインフラは整ってるわけよ。知らない話だろうけど、自動車関連やってればだけやってれば知らないけど、工業関係とか産業関係やってればあるわけ、ね、その辺にそうあるわけ、ね、そう、うん、確かにあの船がつかないからコンビナートはないんだけど、あのコンビナートからの下請けっていうかさ、外注協力産業はみんなあるわけ。ボディなんか何でもいい、はい、レンズはやっぱりエポキシに限るけど、社長ちほら
持ってくるようなさ、それはだから真空中継で作ったやつ。あ、これよ、これあのこっちの真空中継の RTV よ、これよ、これシリコンゴム、これと同じよ。それさ、一生懸命作っても結局イミテーションだから、作ってる限りでしょ。それイミテーションって言えばさ、聞こえは悪いけどさ、それは力作じゃん、そういう意味では一応。そうですね。でもいくらやったところでさ、そのしつこく言ってる通り、イミテーションはイミテーションだから。そうでしょ。偽物はさ、どこまで行っても偽物じゃん、そういう意味で言えば。真空中継っては言うよ、それは画期的な方法だけどさ、そういう意味で言えばまがいもんじゃん、要するに作りもんじゃん。でなんでそれができてきたかっていうと、難しくないからよ。その真空中継がさ、これが出てきたのさ、楽だからよ、リスクが少ないわけよ。で話し始めていいでしょうか。はい、はい、もうやっぱり真空中継機がいるんだよね。やっぱり真空中継さ、命を受け負ってさ、九州の片屋さんが、言った人がいるんだよ。これで、これでさ、結局このプラ型、言った人が九州の人いるんだけど、言って1ヶ月経たないうちに心臓を抑えて亡くなっちゃったの。結構大きな九州の片屋さん、で木型とか樹脂型とかみんなやってたんだけど、もう何十年も前、35、6年ぐらい前じゃない。でじゃあそれは分かってる範囲でプラ型の作り方言いますよって言ったらさ、1ヶ月経たないぐらいでそこの社長心臓を押さえて行っちゃいました。だからあの社運をかけるとか、死んでも頑張りますとか言わないでねっていつも言うんですよ。だって所詮は仕事なんだからさ、趣味じゃないんだからさ、趣味でやってても命まではかけないでねって言うわけ。で俺みたいに生半可だね。いや でほら、社長の、やってたと言ってたとこはさ、これのなんでそんなに僕が入れ込んでるかっていうと、自分で車作る時とか、まあこれ家電とか通信とかもあるんだけど、自分で車作る時はさ、何が自分で作りたいのかが分かるわけでしょ、結局。自分で作りたいものがボタンなのか、ね、インカレンなのか、そうレンズなのか、これで言えばこういう、これだったらこれのボタンなわけだよね、これのペンなわけだよね、これもね、これのスタイラスペンのペン先なわけだよね、これ作りたいっていうさ、真空中継のさパターンがあるわけだよね、これね。で本当だったら量産でプラ型で型作っちゃうわけだけど、そこまでの量がない場合はさ、やっぱりさ、これのプラ型になるわけだよね、シリコン型になるわけだよね、これボタンだよね。でこれ同じさ、これはもっとでかい型でこういう真空中継のパーツ作るわけ、これボタンだよね。だからこのボタンがここに来るわけです。ここに、これにね、このボタン、これとこれは同じじゃないんだけど、要するにこれなわけ、ボタンなわけ。で、あそこに白もあれ持ってきたから、シルクもできるんだよ。これだ。これでさ、結局中身はこの真空中継の、そのこれボタン、
これ900に透明樹脂、はい、来たお客さんにあのくれてやることもあるんだけどさ、これがボタンなわけよ。こうで、ね、全部ねこういろんなで、これさほらシルクかかったでしょ、うん、シルクが、うん、このシルクまでかけてさ、これ手の模様、ね、電話の模様とか手の模様とかで、これ赤いさオプションだったらこの透明の部品だってできるわけです。で、社長はボタン作りてんだボタン作りてんだっていう話があるから、いくら仕事を一生懸命やってもさ、所詮はまがいもんだからさ、言っちゃ悪いけど材料はウレタンかエポキシかポリエステルなんですよね。うん、ですよ。で、これはエポキシとウレタンだってそのものとしては悪くないけど、量産のプラスチックとはまた違うわけ。うん、うん、だから量あのもしこれ目指すんだったら、うん、これはこれでいいわけだけど、でリスクも大きくないんだよ、この作り方は。これが一番、そう、これが一番楽な作り方。低コストの、低コストでリスクが少なくて失敗しなくて、でも泡があればさ、うん、1個泡があれば不良になっちゃうでしょ。でもさ、この量産品はそんなもんじゃないわけよ、そのリスクの度合いが。型から作る、だって型売り型でね、作るわけがあるわけだ。で、カメラのパーツだってあるし、大きく言えば目薬 の, あのブロー製剣の型なんかみんなそうだよ。で、それ売らないし、売り返すってもメーカーだけにしか売らないじゃん、型屋さんは、うん、だけど、ほら、メーカーが発注しないとこれはさ、品物ができないじゃん、型ができないじゃん、うん、さっきの話じゃないけど、うん、で、自分で作りたい場合はまず素人はこんなものを逆立ちになってもできないわけだし、でやるっていうのも無理な話よ。だって何十万から何千万もひたすらかかるわけだからさ、だからそれはできないんだけど、でも自分でこれ作りたくて量産でやるって言えばさ、量産でやるって言えばこれが小規模だってさ、または会社の中だってこの製作キャビティ部門、キャビ作れればできるわけよ。で、プラスチックの成形する場合にはいろんな方法があるんだけど、エポキシでこれ作るっていうやり方をすれば、うん、100ショットか1000ショットぐらいはできて、で、その技術が活かせるわけよね。で、これが量産できるでしょ。そしたら、これ本格的に、もちろんこれプラ簡易型から金型に移行するっていう人たち多いわけ、うんうん、最初これこのゴム中継やるわけ、はい、でゴム中継が低リスクなんだけど、結局リスクが少なくてノウハウが少ないってことはどこでもできるわけよ、下手すれば、はい、ある程度の技術あれば、うん、でも量産の技術って結局型に60型ぐらいこれ失敗しないと、生産しないと、この本型なんかは全然60型でも足りないぐらい、うん、で発注するんだってABC ランクがあって、それメーカーが発注するところが限られるわけでしょ、はい、ある程度受注のその、インフラが整ってなければさ、うん、で下手すればスライドコアなんかあるわけだから、だから例えば写真の富士フィルムだって、富士フィルムが発注するものなんかはさ、スライドが六方スライドとかさ、八方スライドとかさ、うん、もう割り方がさ国内でできないぐらいのものまであって、で例えばギアなんかだったらさ、ギアの1級2級3級とかさ、等級があるじゃん、はい、で等級によってギアの精度が違ってくるじゃん、はい、そういうのは海外じゃなくて国内限定で、うん、何社かってもう決まってるじゃん、はい、でそれ以外のところで受注しよったってなかなか受注できない、で知らないしさ、だからウェブで募集するってこともあるんだけど、はい、技術が分かんないじゃん、で何十億円って発注するわけだから、それなりの下地がないとさ、みんな得意分野得意分野でやってて、であるからさ、できないじゃん。だけどまた戻るけど、このプラ型、はい、で自分たちがやりたいものがあれば、それが一番本来的な姿だけど、いかんせんさ、作りようがないし、誰も教えないじゃん、自分たちでこれ
粉つくシリコンの作り方あれだけど、プラの作り方なんてさ、分かんない。って言わないし、で途中段階だから、それはやる方もこうやればできますってさ、安直にやるわけにいかないから、うん。だけど自分たちが作る欲求があって、で技術があって、でそこにエポキシを使い回すところでの総合的なノウハウが集約されれば、もう作れる下地ってさ、みんなあるわ。だからこちらを視野に入れとかないと、これだけでいくらアルティブゴムだけで真空中継だけでいくらやっても、ここのところの違いは大きいですよって。でせっかくやるんだったら同じ群馬に騙されたブレニー・ディケンとすると言うことだけは言っちゃってもいいよと。で型は持ちてくれる、実際に磨いた、班長磨いた、磨かせたからさ。で3つ、それは別枠の話だから、まあ置いといて、うん、で型ね、型とりあえず型は、うん、だから鐘の樹脂型だけだと、このプロトガスのね、カニ型って呼んでるんだけど、ちっともカニじゃないんだよ。高性能、高性能、極めて高性能で、これエポキシやった人たちだけじゃないとできないの。金型やった技術だけでもできないの。あ、持って、重いから、これ顔だな、うん。で、これがこれのこのモールドベースのこの中身、あ、こうさないでね。で、今度置いて、うん、で、これのこのモールドベースの、社長、このこれハッチングしてあるところ、車線に入るところはみんな金属。おお、うん。で、これが中身、この黄色と、あ、黄色じゃなくてオレンジとピンク、キャビとこは、うん、中身で、全部は見せないで、ここのところ、ここのところだけ。ね。これが中身。これが、携帯電話。だよね。で、これ裏側。ほら。これ裏側。裏側ね。うん、で、これが駒。真鍮の駒。ね。で、これがここに入るわけ。で、これ入れ子って言ってんだけどさ。で、製品と、透明の製品と一緒に押し出しながらパカッと外してやると、中子でこれが取れる。で、一つ簡単な作り方はこういうこと。だからほら、金属でしょ。ここ、ここ、うん、ここ。今日はこれですよ。うん。で、これがほら、みんな立ち上がりのさ、携帯電話なんかの爪のところね、爪のところで、これで押し出しピンでエジェクタービンつくんだけど、うん、これで押してやるわけ。これがエポキシなわけ。これがエポキシ、これがここのところ、そこのところがエポキシ。見てみなね、よっからね。で、これが真鍮のコマ、ほら真鍮のコマ、これ沖縄を使っていた、アンダーカットになった。これが抜け出せないから、製品と一緒にこれ抜いてあって、ポコッと取るわけ。と、アンダーカット。だから、これが樹脂型、樹脂の、エポキシの樹脂と、鋼金属。それと、金型のパーツ。で、社長、ここのところに書いてある、これが、コア部分。コア部分ね。うん。で、これを、このモールドベースの中に入れ込むわけ。で、この丸い穴を開けたエジェクタービンを押し出して、携帯電話を取る。もう試作。これで試作？試作。それで100ショットとか200ショットぐらいしか取らない。で、フォーカス持たないでしょ。そうね。うん。これ、ちなみにこれ1個作るのか。200万とかなんかそういうの。全部作って。モデル型って40何万とか。すごいな、うん。で、量産だってそんな高くないの。今はもう生産台数だけ作ってやっちゃうから。うん。
元取るやろね。いやそうでもないよ。そうでもない、うん、だって堪能家だもん。いっぱいこれに関わる人がいるわけ。うん、うん、だからお金高くなる。でこれはこれが一つで、中で、あ、ちょっと悪いけど中をこれちょっと、はい、そこを大事にしまっといてください。だよ、はい、これはこれがキャビね、ああコアね、コアね、こちらのこちらの部分、うん、でこれさっき言った通りやろうと思ったら樹脂をいじれる人しかできないね。うん、その辺のパッケージ言うやつ、ね、そうで金型で掘るやり方って逆だからできない。でこれは樹脂がだってこの上下ピンクのところとオレンジのところとまっすぐ貫い地じゃなくてもこれとこれが V 字になっててもあんだかっていうのはちょっとダメだけど製品自体はこれとこれの基準と V 字になってても樹脂だけやれれば取れちゃう。それで樹脂型じゃないとダメ。さっきの、あ、出してくる。あ、もうキャビ部分。どっちになってる？こっち？こっち？で、これがピンクの部分。ね。で、ほら、このさっきの真鍮があったでしょ、うん、これとみんな合うわけ。パカッと。それで、これが00であって、で、これで00であって、これ見ればエポキシだったらわかるでしょ。ね。触って、錆びないから、この部分。これあれ？あれじゃない。あれよりもっと耐熱性があって、また違う材料。うん。これは、国内で名だたる企業が開発したやつ。先ほどこれ？違う。なんで僕がって言うと、この技術を、教えてって言われたから。だから何でもできるわけ。これもできるよ、もちろん。もちろん。こんだけ材料を作ってるわけだから。で、一つはこれが開発目標だから、この材料は。これさ、普通のエポキシだと割れちゃうわけ。弱いわけ。うん、だから熱に強くて、圧力に強くて、この成形に耐えられる、継ぐことが、これが、これの、この簡易型の、早く作るエポキシの型のポイントなわけ。だから光沢出てるでしょ。うん、いや、光沢も減るけど、ここを見たらもう何くしかかるね。そうでしょ。ここを削る、これは機械で削ってるわけよ。で、これにはめ込むわけ。だから、これが、こういう風になってる。ね、こういう風になって、このピンク色なわけ。うん。で、このゲートはどこかって言えば、ここに金属の部品入れて、ここからゲート、ここから回してるわけ。要はこれと同じよ。これの湯口がどこって言えば、これみんな湯口なわけ。ね、でボタンの実際の形状は、ね、ボタンの形状はこれがボタンの形状なわけ、うん、でこれがここに入るわけ、うん、ね、それで製品になるわけ。だからこれがこうでしょ。だから余分なわけよね。これがこうでしょ、うん、とここも同じなわけ。これがこのところに金属のこれ丸いパーツが来て、そこからランナーゲート、この余分なところね、はわしして、で、このぐるっと、携帯電話のこのぐるっと回すわけ。うん。うん。で、ここのとこカットしちゃうわけだけどね。そうじゃないと、意味がないからさ。で、この上下の上側なわけ。うん。で、ボタン作ろうと思えばさ、同じようにして、これ作れるわけ。ああ、そういうことね。うん。だけど、この材料がないとできないよと。で、この、技術がないと作り方が分かんないと分かんないよと。だって一番最初言った通り九州のその亡くなっちゃったやつ、あれこの作り方を教えてっつってさ、来てで OK 取ってで言い始めたら1ヶ月でお亡くなりになっちゃったっつって。で、これはこれでしまっておいてください。で、こんなお菓子はもったいないでしょ、うん、で、だからこれだけ取ればこういう形で、ベースと離せれば中身だけはこういう形になりますよ。何なんだよ、いうところ、エポキシと眼鏡の材料。
長のところで言ったら社長のところで言ったら名前は付けてません。900+3。いや、あの特に見積もりないからなんだけど、まあ、これで言えばさ、これがエポキシでしょ。ね、そうでしょ。エポキシでしょ。見るからに。ね、これが形なわけ。そういう意味で言えば、これが入るわけ。金属の中でも。ね。で、群馬はあのこういう下地がみんな揃ってるわけ。ある程度。で、藤岡から富岡、こういう関連の仕事やってるところが、あの FRP のあれじゃないけど300件ある。だからあの地域的にはある程度あの九州の一地部の地区、それとかあと門間、要するに松下の、あの関連だよね、みんな山陽とか、あの門間地区とあと一宮からあっちの名古屋、それとあとあの鬼怒川利根川水系の、あのホンダの関連とか日産の関連含めてみんなあるわけで、群馬はもっと古いね。あの富岡製紙が世界遺産になったじゃん、あれの、あの製紙関係から始まって、でほらプラスチックは第二次世界大戦後からっつってたけど、繊維不況になってるでしょ、それ含めて重工業地帯の下請けなり、それよりもっとは富国強兵の富岡製紙からの流れで、やっぱりあのなんとか工業とかさ、みんなあるわけ、だから全然別のインフラでもって下地のこういうあの工業製品作る組、あの外注、メッキからあるわけだから、あのインフラは整ってるわけ。知らない話だろうけど、自動車関連やってればだけやってれば知らないけど、工業関係とか産業関係やってればあるわけ、ね、その辺にそうあるわけ、ね、そう、ね、確かにあの船がつかないからコンビナートはないんだけど、あのコンビナートからの下請けっていうかさ、外注協力産業はみんなあるわけ、で東京の奥座敷だから、そこそこ値段で。九州の人いるんだけど、言って1ヶ月経たないうちに心臓を抑えて亡くなっちゃったん。あの結構大きな九州の型屋さん、で木型とか樹脂型とかみんなやってたんだけど、もう何十年も前、35、6年ぐらい前じゃない、
で、じゃあそれは分かってる範囲でプラ型の作り方言いますよって言ったらさ、1ヶ月経たないぐらいでそこの社長心臓を抑えて行っちゃいました。だから あれ社運をかけるとか、あの死んでも頑張りますとか言わないでねっていつも言うんですよ。だって所詮は仕事なんだからさ、うん、趣味じゃないんだからさ、趣味でやってても命まではかけないでねって言うわけ、うん、で俺みたいに生半可がいっちゃう。いやいやそうじゃないけど。でほら、あの社長のあのやってたと言ってたとこはさ、はい、これのなんでそんなに僕が入れ込んでるかっつうと、自分で車作る時とか、うん、まあこれ家電とか通信とかもあるんだけど、自分で車作る時はさ、あの何が自分で作りたいのかが分かるわけでしょ結局、うん、自分で作りたいものがボタンなのか、うん、ね、ウィンカーレンズなのか、うん、そうレンズなのか、これで言えばこういうこれだったらこれのボタンなわけだよね、うん、これのペンなわけだよね、これのね、これのスタイラスペンのペン先なわけだよね。これ作りたいっていうさ、真空中継でもさパターンがあるわけだよね、はい、これね。で本当だったら量産でプラ型でかあの型作っちゃういいわけだけど、そこまでの量がない場合はさ、やっぱりさこれのプラ型になるわけだよね、シリコン型になるわけだよね、これボタンだよね、うん、でこれ同じさ、これはもっとでかい型で、はい、こういう真空中継のパーツ作るわけ、これボタンだよね、うん、だからこのボタンがここに来るわけさ、ここに、これですね、これにね、うん、このボタン、これとこれは同じじゃないんだけど、うん、要するにこれなわけよ、ボタンなわけよ、うん、うん、であそこにあの白のあれ持ってきたから、そのそれボタン、それ900に透明樹脂、はい、来たお客さんにあのくれてやることもあるんだけどさ、これがボタンなわけよ、こう、うん、で全部ね、こういろんな、でこれさほらシルクかかったでしょ、うん、シルクが、うん、このシルクまでかけてさ、これ手の模様、ね、電話の模様とか手の模様とか、でこれ赤いさオプションだったらこの透明の部品だってできるわけさ、うん、で社長はボタン作りてんだボタン作りてんだっていう話があるから、いくら仕事を一生懸命やってもさ、所詮はまがいもんだからさ、うん、言っちゃ悪いけど材料はウレタンかエポキシかポリエステルなんだよ、うん、ですよね、うん、ですよ。でこれはエポキシとウレタンだってそのものとしては悪くないけど、量産のプラスチックとはまた違うわけよ、うんうん、だからあのもしこれ目指すんだったら、うん、これはこれでいいわけだけど、でリスクも大きくないんだよ、この作り方は。これが一番、そう、これが一番楽な作り方なの。低コストの、低コストでリスクが少なくて失敗しなくて、でも泡があればさ、うん、1個泡があれば不良品になっちゃうわけでしょ、ね、でもさこの量産品はそんなもんじゃないわけよ、そのリスクの度合いが、うん、型から作る、だって型売り型でね作るわけがあるわけじゃん。でカメラのパーツだってあるし、大きく言えば目薬 あのブロー成形の型なんかみんなそうだよ。でそれ売らないし、売り買いするってもメーカーだけにしか売らないじゃん型屋さんは、うん、だけどほらメーカーが発注しないとこれはさ品物ができないじゃん、型ができないじゃん、さっきの話じゃないけど。で自分で作りたい場合はまず素人はこんなものを逆立ちになってもできないわけだし、うん、でやるっていうのも無理な話だよ、うん、だって何十万から何千万も下手すらかかるわけだからさ、うん、だからそれはできないんだけど、でも自分でこれ作りたくて量産でやるっつえばさ、量産でやるっつえば、うん、これが小規模だってさ、または会社の中だってこの製作キャビティ部門、キャビ作れればできるわけよ。でプラスチックの成形する場合にはいろんな方法あるんだけど、エポキシでこれ作るっていうやり方すれば100ショットか1000ショットぐらいはできて、でその技術が活かせるわけよね。でこれが量産できるでしょ。だからこれ本格的に
もちろんこれプラウ簡易型から金型に移行するっていう人たち多いわけ。あ、うん、あの最初これこのゴム中継やるわけ、はい、でゴム中継が低リスクなんだけど、結局リスクが少なくてノウハウが少ないってことはどこでもできるわけよ、下手すれば、はい、ある程度の技術あれば、うん、でも量産の技術って結局型に60型ぐらいこれ失敗しないと、生産しないと、この本型なんかは全然60型でも足りないぐらい、うん、で発注するんだって ABC ランクがあって、そのメーカーが発注するところが限られるわけでしょ、はい、ある程度受注のその、インフラが整ってなければさ、うん、で下手すればスライドコアなんかあるわけだから、だから例えば写真の富士フィルムだったら富士フィルムが発注するものなんかはさ、スライドが六方スライドとかさ八方スライドとかさ、もう割り方がさ国内でできないぐらいのものまであって、で例えばギアなんかだったらさ、ギアの1級2級3級とかさ等級があるじゃん、はい、等級によってギアの精度が違ってくるじゃん、はい、そういうのは海外じゃなくて国内限定で、何社かってもう決まってるじゃん、はい、でそれ以外のところで受注しようったってなかなか受注できないって知らないしさ、だからウェブで募集するってこともあるんだけど、はい、技術が分かんないじゃん、で何十億円って発注するわけだから、それなりの、下地がないとさ、みんな得意分野得意分野でやってて、であるからさできないわけじゃん。だけどまた戻るけど、ここのプラ型で自分たちがやりたいものがあれば、それが一番本来的な姿なの。だけどいかんせんさ、作りようがないし誰も押せないじゃん。自分たちでこれこのやつくシリコンの作り方はあれだけど、プラの作り方なんかさ分かんない、分かんない、うん、で言わないし、で途中段階だから、それはやる方もこうやればできますってさ安直にやるわけにいかないから、うんうん、だけど自分たちが作る欲求があって、で技術があって、でそこにエポキシを使い回すところでの総合的なノウハウが集約されれば、もう作れる下地ってさみんなあるわ。だからこちらを視野に入れとかないと、これだけでいくらアルティブゴムだけで真空中継だけでいくらやっても、ここのところの違いは大きいですよってパターン、でせっかくやるんだったら同じ群馬に騙されたブレニー技研とすると言うことだけは言っちゃう、言っちゃってもいいよって話で、型は持ってきてくれる、実際に磨いた、班長磨かせたからさ。で3つそれは別枠の話だから、まあ置いといて、うん、で型ね、型とりあえず型は、だから金の樹脂型だけだと、このプロト型でもね、簡易型って呼んでんだけど、ちっとも簡易じゃないのよ、高性能、高性能、極めて高性能で、これエポキシやった人たちだけじゃないとできないのよ、金型やった技術だけでもできないのよ。ちょっと待って、あ、持って、重いからこれ重たいな、うん、でこれはこれのこのモールドベースのこの中身だから、あ、もう壊さないでね、OK、で今度置いて、うん、でこれのこのモールドベースの、はい、社長このこれハッチングしてあるところ、車線切って入るところはみんな金属、うん、でこれが中身、この黄色と、あ、黄色じゃなくてオレンジとピンク、キャビとコア、うん、中身で全部は見せないで、ここのところ、ここのところだけね、これが中身、これが、これが携帯電話だよね。でこれ裏側、ほら、これ裏側、裏側ね、うん、でこれが駒、真鍮の駒ね、でこれがここに入るわけ、
で、これ、イデコっつってんだけどさ、うん、で、製品と、透明の製品と一緒に押し出しながら、パカッと外してやると、うん、中子でこれが取れるわけ。で、一つ簡単な作り方はこういうこと。だからほら、金属でしょ。ここ、うん、ここ。柔らかいですよ。うん。で、これがほら、みんな立ち上がりのさ、うん、携帯電話なんかの爪のところね。爪のところ。で、これで押し出しピンで、エジェクターピンって言ってるんだけど、うん、これで押してやるわけ。だからこれはエポクシなわけ。これがエポクシ。これがここのとこが。そこのところがエポクシ。見てみんなね、横から。ね。で、これが真鍮の駒。ほら。真鍮の駒。これ沖中をつってるわけ。さっき言ったと。アンダーカットになってるわけ。これが抜け出せないから、製品と一緒にこれ抜いてやって、ポコッと取るわけ。と、アンダーカット。だからこれが樹脂型、樹脂のエポキシの樹脂と鋼金属、それと金型のパーツで、社長ここのところに書いてあるこれがコア部分。コア部分ね。うん。でこれをこのモールドベースの中に入れ込むわけ。でこの丸い穴を開けたエジェクターピンで押し出して携帯電話を取るの試作。これで試作。試作。それで100ショットとか200ショットぐらいしか取らない。で、他数持たないでしょ。そうね。うん。これちなみにこれ1個作るのいくら？200万とかなんかそういうんだよ。全部作ってよ。モデル型って40何万とかさ。すごいな。うん。で、量産だってそんな高くないんだよ。今はもう生産台数だけ作ってやっちゃうから。うん。モデル取るやろうね。いやー、そうでもないよ。そうでもない。うん。だって、堪能期だもん。いっぱいこれに関わる人がいるわけよ。うん。だから、高くなるわけ。で、これはこれが一つ。で、沖中子。で、班長、悪いけど、中子、これちょっと、そこ大事にしまっといてください。はい、はい、うん。これが、これが、キャビね、ああコアね、こちらのこちらの部分、うん、でこれさっき言った通りやろうとなったら樹脂をいじれる人しかできないね。うん。その辺でパティいじるようやつね。そうね。で金型で掘るやり方って逆だからできないの。でこれは樹脂型ってこの上下ピンクのところとオレンジのところとまっすぐ面位置じゃなくてもこれとこれが V 字になってても、アンダーカットになっちゃダメだけど、製品自体は、これとこれの、基準と V 字になってても、樹脂だけやれれば取れちゃう。それで樹脂型じゃないとダメ。さっきの、あれ、ダッシュ、あの、キャビ部分。どっちになってるの？こっち？どっちでしょう？どうですか？これ？違う？さっきのあれよ。見せて、うん、ちょこっと見せて、合わせの部分ね。はあ、これが合わせの部分。いいよ。寝てんか、うん、来たよ。来て、まだこれで今先ほど話しておけ、ごじゃんぐり。で、これがピンクの部分ね。で、ほらこのさっきの真鍮があったでしょ、うん、これとみんな合うわけ。パカッと、それでこれが00であって、でこれで00であって、これ見ればエポキシだったら分かるでしょ、うん、ね、触って、錆びないから。この部分はこれあれあれじゃない、あれよりもっと耐熱性があってまた違う材料、うん、これはあの国内で名だたる企業が開発したやつ。でも社長のところやね。違う。なんで僕がって言うと、この技術を、教えてって言われたから。だから何でもできるわけ。これもできるよ。もちろん。もちろん。こんだけ材料を作ってるわけだから。で、一つはこれが開発目標だから、この材料が。これさ、普通のエポキシだと割れちゃうわけ。弱いわけ。だから熱に強くて、圧力に強くて、この成形に耐えられる、つうことが、これが、これの、この
簡易型 の, あの早く作るエポキシの型のポイントなわけ。だから光沢出てるでしょ。うん、いや光沢も出てるけど、ここを見たらもう丸くしかかるよね。そうでしょ。ここを削る、これは機械で削ってるわけよ、うん、でこれにはめ込むわけだから、これがこういうふうになってるわけ、ね、こういうふうになってこのピンク色なわけ。うん、でこのゲートはどこかっていえば、ここに金属の部品入れて、ここからゲート、ここから回してるわけ。要はこれと同じよ。これの湯口がどこっていえば、これみんな湯口なわけよ、ね、でボタンの実際の形状はね、ボタンの形状はこれがボタンの形状なわけよ、うん、でこれがここに入るわけ、うん、ね、それで製品になるわけ。だからこれがこうでしょ。だから余分なわけよね。これがこうでしょ、うんうん、とここも同じなわけよ。これがこのところに金属のこれ丸いパーツが来て、そこからランナーゲート、この余分なとこね、はわしして、でこのぐるっと携帯電話のこのぐるっと回すわけ、うん、うん、でここのとこカットしちゃうわけだけどね、そうじゃないとあの意味がないからさ。でこの 上下の上側なわけ、うん、でボタン作ろうと思えばさ、同じようにしてこれ作れるわけ。そういうことね。うん、だけどこの材料がないとできないよと、うん、でこの技術がないと作り方が分かんないと分かんないよと、うん、だって一番最初言った通り、九州のそのなくなっちゃったやつ、あれ、この作り方を教えてっつってさ、来てで OK 取って、で言い始めたら1ヶ月でお亡くなりになっちゃったって。でこれはこれでしまっといてください。エボキシでしょ、うん、見るからにね、これが形なわけ。そういう意味で言えばこれが入るわけ、金属の中に、うん、ね。で群馬はこういう下地がみんな揃ってるわけ、ある程度で藤岡から富岡、うん、こういう関連の仕事やってるところが FRP のあれじゃないけど300件ある。だから地域的にはある程度九州の一部の地区、それとかあと門間、要するに松下の、うん、関連だよね、みんな山陽とか門間地区と、あと一宮からあっちの名古屋、それとあと鬼怒川利根川水系の、うん、ホンダの関連とか日産の関連含めてみんなあるわけで、群馬はもっと古いのよ、うん、富岡製紙が世界遺産になったじゃん、うん、あれの製紙関係から始まって、うん、でほらプラスチックは第二次世界大戦後からっつってたけど、はい、繊維不況になったでしょ、はい、それ含めて重工業地帯の下請けなり、それよりもっとは富国強兵の富岡製紙からの流れで、やっぱりなんとか工業とかさ、みんなあるわけよ、うんうん、だから全然別のインフラでもって下地のこういう工業製品作る組外注メッキからあるわけだから、うん、インフラは整ってるわけ。知らない話だろうけど、自動車関連やってればだけやってれば知らないけど、工業関係とか産業関係やってればあるわけ、ね、その辺にそうあるわけ、そう、ね、そう、うん、確かに船がつかないからコンビナートはないんだけど、コンビナートからの下請けっていうかさ、外注協力産業はみんなあるわけ。ボデーなんか何でもいい、はい、レンズはやっぱりエボキシに限るけど、車中地ほら持ってくるようなさ、それはだから真空中継で作ったやつ、あこれよ、これこっちの真空中継の RTV の、これよ、これシリコンゴム、これと同じやつ。それさ、一生懸命作っても結局
イミテーションだから、うん、作ってる限りでしょ。だからイミテーションって言えばさ、あの聞こえは悪いけどさ、うん、それは力作じゃん、そういう意味では一応、うんね、うん、でもいくらやったところでさ、そのしつこく言ってる通り、イミテーションはイミテーションだから、そうでしょ、うん、あの偽物はさ、どこまで行っても偽物じゃん、そういう意味で言う、うん、真空中継っては言うよ、うん、それは画期的な方法だけどさ、あのそういう意味で言えばまがいもんじゃん、要するに作りもんじゃん。え？そうですね。うん。で、なんでそれがあのできてきたかっていうと、あの難しくないからよ。うん。その真空中継がさ、これが出てきたのさ、あの楽だからよ。リスクが少ないわけよ。で、話し始めていいでしょうか。はい。やっぱり真空中継機がいるもんね。ん？やっぱり真空中継機さ、はい、命を決まってさ、はい、九州の片屋さんが、はい、あ言った人がいるんだよ。これでこれでさ、結局このプラ型、はい、言った人が九州の人いるんだけど、言って1ヶ月経たないうちに心臓を抑えて亡くなっちゃったの。あの結構大きな九州の片屋さん、うん、で木型とか樹脂型とかみんなやってたんだけど、もう何十年も前、35、6年ぐらい前じゃない、うん、でじゃあそれは分かってる範囲でプラ型の作り方言いますよって言ったらさ、1ヶ月経たないぐらいでそこの社長心臓を抑えて行っちゃいましただからあの社運をかけるとか、うん、あの死んでも頑張りますとか言わないでねっていつも言うんですよ、うん、だって所詮は仕事なんだからさ、うん、趣味じゃないんだからさ、趣味でやってても命だけ、命まではかけないでねって言うわけ、うん、で俺みたいに生半可だね。いやいやいやでほら、あの社長のあのやってたと言ってたとこはさ、はい、これのなんでそんなに僕が入れ込んでるかっていうと、自分で車作る時とか、うん、まあこれ家電とか通信とかもあるんだけど、自分で車作る時はさ、あの何が自分で作りたいのかが分かるわけでしょ、結局、うん、自分で作りたいものがボタンなのか、うん、ね、インカレンなのか、うん、そう、レンズなのか、これで言えばこういう、これだったらこれのボタンなわけだよね、うん、これのペンなわけだよね、これもね、これのスタイラスペンのペン先なわけだよね、これ作りたいっていうさ、真空中継のさパターンがあるわけだよね、これね。で本当だったら量産でプラ型で型作っちゃえばいいわけだけど、そこまでの量がない場合はさ、やっぱりさこれのプラ型になるわけだよね、シリコン型になるわけだよね、これボタンだよね、うん、でこれ同じさ、これはもっとでかい型でこういう真空中継のパーツ作るわけ、これボタンだよね、だからこのボタンがここに来るわけです、ここに、これですね、これにね、うん、このボタン、これとこれは同じじゃないんだけど、要するにこれなわけ、ボタンなわけ、うん、であそこにあのシルクもあれ持ってきたから、シルクもできんだよ、どうぞ、あ、これだ、これでさ、結局中身はこの真空中継になって、そのこれボタン、それ900に透明樹脂、はい、来たお客さんにあのくれてやることもあるんだけどさ、これがボタンなわけよ、こうで、ね、全部ね、こういろんな、うん、でこれさほらシルクかかったでしょ、うん、シルクが、うん、このシルクまでかけてさ、これ手の模様、ね、電話の模様とか手の模様とか、でこれ赤いさ
オプションだったらこの透明の部品だってできるわけです。うん、で社長はボタン作りてんだっていう話があるから、いくら仕事を一生懸命やってもさ、所詮はまがいもんだからさ、うん、言っちゃ悪いけど材料はウレタンかエポキシかポリエステルだ、うん、ですよね。うん、ですよ。でこれはエポキシとウレタンだってその物としては悪くないけど、量産のプラスチックとはまた違うわけ、うん、うん、だからもしこれ目指すんだったら、うん、これはこれでいいわけだけど、でリスクも大きくないんだよ、この作り方は。これが一番、そう、これが一番楽な作り方。低コストの、低コストでリスクが少なくて失敗しなくて、でも泡があればさ、うん、1個泡があれば不良になっちゃうでしょ。でもさ、この量産品はそんなもんじゃないわけよ、そのリスクの度合いが。型から作る、だって型売り型でね、作るわけがあるわけだ。で、カメラのパーツだってあるし、大きく言えば目薬の、あのブロー成形の型なんかみんなそうだよ。で、それ売らないし、売り返すってもメーカーだけにしか売らないじゃん、型屋さんは、うん、うん。だけど、ほら、メーカーが発注しないと、これはさ、品物ができないじゃん。型ができないじゃん。さっきの話じゃないけど。で、自分で作りたい場合は、まず素人はこんなものを逆立ちになってもできないわけだし、でやるっていうのも無理な話よ。だって何十万から何千万も下手すらかかるわけだからさ、だからそれはできないんだけど、でも自分でこれ作りたくて量産でやるっつえばさ、量産でやるっつえば、これが小規模だってさ、または会社の中だってこの製作キャビティ部門、キャビ作れればできるわけよ。で、プラスチックの成形する場合には、いろんな方法あるんだけど、エポキシでこれ作るっていうやり方をすれば、100ショットか1000ショットぐらいはできて、で、その技術が活かせるわけよね。で、これが量産できるでしょ。たら、これ本格的に、もちろんこれ、プラ簡易型だから、金型に移行するっていう人たち多いわけ。うん、最初これこのゴム中継やるわけ、はい、でゴム中継が低リスクなんだけど、結局リスクが少なくてノウハウが少ないってことはどこでもできるわけよ、下手すれば、はい、ある程度の技術あれば、うん、でも量産の技術って結局型に60型ぐらいこれ失敗しないと、生産しないと、この本型なんかは全然60型でも足りないぐらい、うん、で発注するんだってABC ランクがあって、そのメーカーが発注するところが限られるわけでしょ、はい、ある程度受注のそのインフラが整ってなければさ、うん、で下手すればスライドコアなんかあるわけだから、例えば写真の富士フィルムだって、富士フィルムが発注するものなんかはさ、スライドが六方スライドとかさ、八方スライドとかさ、うん、もう割り方がさ、国内でできないぐらいのものまであって、で例えばギアなんかだったらさ、ギアの1級2級3級とかさ、等級があるじゃん、はい、等級によってギアの精度が違ってくるじゃん、はい、そういうのは海外じゃなくて国内限定で、うん、何社かってもう決まってるじゃん、はい、でそれ以外のところで受注しよったってなかなか受注できないって知らないしさ、だからウェブで募集するってこともあるんだけど、はい、技術が分かんないじゃん、で何十億円って発注するわけだから、それなりの下地がないとさ、みんな得意分野得意分野でやってて、であるからさ、できないじゃん。だけどまた戻るけど、このプラ型、はい、で自分たちがやりたいものがあれば、それが一番本来的な姿だ。だけどいかんせんさ、作りようがないし、はい、誰も教えないじゃん、うん、自分たちでこれこの作るシリコンの作り方はあれだけど、プラの作り方なんてさ、分かんない、うん、って言わないし、で途中段階だから、それはやる方もこうやればできますってさ、安直にやるわけにいかないから、うんうん、だけど自分たちが作る欲求があって、で技術があって、でそこに
エポキシを使いますところでの総合的なノウハウが集約されれば、もう作れる下地ってさ、みんなあるわ。だからこちらを視野に入れとかないと、これだけでいくらアルティブゴムだけで真空中介だけでいくらやっても、ここのところの違いは大きいですよって。またでせっかくやるんだったら、同じ群馬に騙されたブレニー事件とすると言うことだけは言っちゃう、言っちゃってもいいよと。で型は持ちくる、実際に磨いた、班長磨かせたからさ。で3つ、あ、それは別枠の話だからまあ置いといて、うん、で型ね、型とりあえず型は、うん、だから金の樹脂型だけだと、このプロトガスのね、カニ型って呼んでるんだけど、ちっともカニじゃないんだよ。高性能、高性能、極めて高性能で、これエポキシやった人たちだけじゃないとできないんだよ。金型やった技術だけでもできないんだよ。あ、持って重いからこれ重たいな、うん、で、これはこれのこのモールドベースのこの中身、あ、壊さないでね。で、今度置いて、うん、で、これのこのモールドベースの、はい、社長、このこれカッチングしてあるところ、車線に入ったところはみんな金属で、おー、うん、で、これが中身、この黄色と、あ、黄色じゃなくてオレンジとピンク、キャビとコア、うん、中身で、全部は見せないで、ここのところ、ここのところだけ、ね、これが中身、これが、これが、携帯電話、だよね。で、これ裏側、ほら、これ裏側、裏側ね、うん、で、これが駒、真鍮の駒、ね、で、これがここに入るわけ。で、これ入れ子っつってんだけどさ、で、製品と、透明の製品と一緒に押し出しながらパカッと外してやると、うん、中子でこれが取れる。で、一つ簡単な作り方はこういうこと。だからほら、金属でしょ、ここ、ここ、うん、ここ、いや、わかるっすよ、うん、で、これがほら、みんな立ち上がりのさ、携帯電話なんかの爪のところね、爪のところで、これで押し出しピンでエジェクタービン作るんだけど、うん、これで押してやろうと。これはエポキシなわけ。これがエポキシ、これがこのところそこのところがエポキシ、見てみなね、横からね。で、これが真鍮の駒、ほら真鍮の駒、これ沖縄をさっき言ったとアンダーカットなんだ。これが抜け出せないから製品と一緒にこれ抜いてあってポコッと取るわけ、とアンダーカット。だからこれが樹脂型、樹脂のエポキシの樹脂と鋼金属、それと金型のパーツで、社長ここのところに書いてあるこれがコア部分、コア部分ね、うん、で、これをこのモールドベースの中に入れ込むわけで、この丸い穴を開けたエジェクタービンを押し出して携帯電話を取る、もう試作、これで試作、試作、それで100ショットとか200ショットぐらいしか取らない。で、フォーカスもったいないでしょ。そうね、うん、これちなみにこれ1個作るのか200万とかなんかそういうの、全部作ってモデル型って40何万とか、すごいな、うん、で量産だってそんな高くないの、今はもう生産台数だけ作ってやっちゃうから、うん、で取るやろうね。いやー、そうでもないよ、そうでもない、うん、だって堪能期だもん、いっぱいこれに関わる人がいるわけ、うん、うん、だからお金高くなる。で、これはこれが一つで、で、沖縄からで、ちょっと悪いけど、中子、これちょっと、はい、そこ大事にしまっといてください。だよ、はい、これは、
これがキャビね、ああコアね、こちらのこちらの部分、うん、でこれさっき言った通りやろうとなったら樹脂をいじれる人しかできないね。うん、その辺のパティジーいうやつね。そうで金型で掘るやり方って逆だからできない。でこれは樹脂がだってこの上下ピンクのところとオレンジのところとまっすぐ面打ちじゃなくてもこれとこれが V 字になっててもあんなかっていうのはダメだけど製品自体はこれとこれの基準と V 字になってても樹脂だけやれれば取れちゃう。それで樹脂型じゃないとダメ。さっきのあ確かにあのキャビ部分どっちになってるこっちどっちでこれがピンクの部分ね。でほらこのさっきの真鍮があったでしょ、うん、これとみんな合うわけパカッと。それでこれが00であってでこれで00であってこれ見ればエポキシだったら分かるでしょね。触って錆びないからこの部分。これあれあれじゃない。あれよりもっと耐熱性があってまた違う材料、うん、これはあの国内で名だたる企業が開発したやつ。じゃあ全然これ違う。なんで僕がって言うとこの技術を教えてって言われたから。だから何でもできるわけ。これもできるよもちろん、うん、もちろんこんだけ材料を作ってるわけだから。で一つはこれが開発目標だから。この材料はこれさ普通のエポキシだと割れちゃうわけ。弱いわけ、うん、だから熱に強くて圧力に強くてこの成形に耐えられるつうことがこれがこれのこの簡易型の早く作るエポキシの型のポイントなわけ。だから光沢出てるでしょ。うん、いや光沢出てるけどここを見たらめちゃくちゃ分かるね。そうでしょ。ここを削る、これは機械で削ってるわけよ。でこれにはめ込むわけ、うん、だからこれがこういうふうになってこういう風になって、このピンク色なわけ。うん、で、このゲートはどこかって言えば、ここに金属の部品入れて、ここからゲート、ここから回してるわけ。要はこれと同じよ。これの湯口がどこって言えば、これみんな湯口なわけ。ね、で、ボタンの実際の形状は、ね、ボタンの形状は、これがボタンの形状なわけ。で、これがここに入るわけ。ね、それで製品になるわけ。だから、これがこうでしょ。だから余分なわけよね。これがこうでしょ、うん、とここも同じなわけよ。これがこのところに金属のこれ丸いパーツが来てそこからランナーゲートこの余分なところねはわしして、うん、でこのぐるっと携帯電話のこのぐるっと回すわけ、うんうんうん、でここのところカットしちゃうわけだけどね、うん、そうじゃないと意味がないからさ。でこの上下の上側なわけ。うん、でボタン作ろうと思えばさ同じようにしてこれ作れるわけ。そういうことね。うん、だけどこの材料がないとできないよと。でこの技術がないと作り方が分かんないと分かんないよと。だって一番最初言った通り九州のその亡くなっちゃったっていうあれこの作り方を教えてっつってさ、来て、で、OK 取って、で、言い始めたら、1ヶ月で、お亡くなりになっちゃったっつって。で、これはこれでしまっといてください。で、こんなの、お菓子はもったいないでしょ。うん。で、だから、これだけ取れば、こういう形で、ベースと話せれば、この中身だけは、こういう形になりますよ。何なんだよ、それ。いや、だから、エポキシとガンピングの材料。社長のところで言ったら何？社長のところで言ったら名前は付けてません。900にプラス3だ。いや、特に見積もりないからあれだけど、まあ、これで言えばさこれがエポキシでしょね。これでしょエポキシでしょ、うん、見るからにねこれがこれが形なわけ。そういう意味で言えば
俺はこれが入るわけ、金属の中でもね。で群馬はあのこういう下地がみんな揃ってるわけ、ある程度で、藤岡から富岡、うん、こういう関連の仕事やってるところがあの FRP のあれじゃないけど300件ある。だからあの地域的にはある程度あの九州の一チームの地区、それとかあと門間、要するに松下 の、うん、あの関連だよね、みんな山陽とか、あの門間地区とあと一宮からあっちの名古屋、それとあとあの鬼怒川利根川水系の、うん、あのホンダの関連とか日産の関連含めてみんなあるわけで、群馬はもっと古いね、うん、あの富岡製紙が世界遺産になったし、うん、あれ の、 あの製紙関係から始まって、うん、でほらプラスチックは第二次世界大戦後からっつってたけど、はい、繊維不況になってるでしょ、はい、それ含めて重工業地帯の下請けなり、それよりもっとは富国強兵の富岡製紙からの流れで、うん、やっぱりあのなんとか工業とかさみんなあるわけ、うんうん、だから全然別のインフラでもって下地のこういうあの工業製品作る組あの外注、はい、メッキからあるわけだから、うんうん、あのインフラは整ってるわけ、知らない話だろうけど、自動車関連やってればだけやってれば知らないけど、工業関係とか産業関係やってればあるわけ、ね、その辺にそうあるわけ、ね、そう、ね、うん、確かにあの船がつかないからコンビナートはないんだけど、あのコンビナートからの下請けっていうかさ、外注協力産業はみんなあるわけ、うんうん、で東京の奥座敷だから、うん、そこそこ値段で、九州の人いるんだけど、言って1ヶ月経たないうちに心臓を抑えて亡くなっちゃったん、結構大きな九州の型屋さん、うん、で木型とか樹脂型とかみんなやってたんだけど、もう何十年前、35、6年ぐらい前じゃない、うん、でじゃあそれは分かってる範囲でプラ型の作り方言いますよって言ったらさ、1ヶ月経たないぐらいでそこの社長心臓を抑えて行っちゃいましただから あれあの社運をかけるとか、うん、あの死んでも頑張りますとか言わないでねっていつも言うんですよ、うん、
だって所詮は仕事なんだからさ、うん、趣味じゃないんだからさ、趣味でやってても命だけは命まではかけないでねって言うわけ、うん、で俺みたいに生半可がいちゃう、いやいやそうじゃないけどでほら社長のやってたと言ってたとこはさ、はい、これのなんでそんなに僕が入れ込んでるかっつうと、自分で車作る時とか、うん、まあこれ家電とか通信とかもあるんだけど、自分で車作る時はさ、何が自分で作りたいのかが分かるわけでしょ結局、うん、自分で作りたいものがボタンなのか、うん、ね、ウィンカーレンズなのか、うん、そうレンズなのか、これで言えばこういうこれだったらこれのボタンなわけだよね、うん、これのペンなわけだよね、これのね、これのスタイラスペンのペン先なわけだよね、これ作りたいっていうさ真空中継でもさパターンがあるわけだよね、はい、これね、で本当だったら量産でプラ型で型作っちゃえばいいわけだけど、そこまでの量がない場合はさ、やっぱりさこれのプラ型になるわけだよね、シリコン型になるわけだよね、これボタンだよね、うん、でこれ同じさ、これはもっとでかい型で、はい、こういう真空中継のパーツ作るわけ、これボタンだよね、うん、だからこのボタンがここに来るわけさ、ここに、これですね、これにね、うん、このボタン、これとこれは同じじゃないんだけど、うん、要するにこれなわけよ、ボタンなわけよ、うん、うん、であそこに白のあれ持ってきたから、そのそれボタン、それ900に透明樹脂、はい、来たお客さんにくれてやることもあるんだけどさ、これがボタンなわけよ、こう、で全部ね、全部ね、こういろんな、でこれさほらシルクかかったでしょ、うん、シルクが、うん、このシルクまでかけてさ、これ手の模様、ね、電話の模様とか手の模様とか、でこれ赤いさオプションだったらこの透明の部品だってできるわけさ、うん、で社長はボタン作りてんだボタン作りてんだっていう話があるから、いくら仕事を一生懸命やってもさ、所詮はまがいもんだからさ、うん、言っちゃ悪いけど材料はウレタンかエポキシかポリエステルなんだよ、うん、ですよね、うん、ですよ、でこれはエポキシとウレタンだってそのものとしては悪くないけど、量産のプラスチックとはまた違うわけよ、うん、うん、だから量もしこれ目指すんだったら、うん、これはこれでいいわけだけど、でリスクも大きくないんだよ、この作り方は、これが一番、そう、これが一番楽な作り方の低コストの、低コストでリスクが少なくて失敗しなくて、でも泡があればさ、うん、1個泡があれば不良品になっちゃうわけでしょ、ね、でもさこの量産品はそんなもんじゃないわけよ、そのリスクの度合いが、うん、型から作る、だって型は売り型でね作るわけがあるわけじゃん、でカメラのパーツだってあるし、大きく言えば目薬のブロー成形の型なんかみんなそうだよ、でそれ売らないし、売り買いするってもメーカーだけにしか売らないじゃん型屋さんは、うん、うん、だけどほらメーカーが発注しないとこれはさ品物ができないじゃん、型ができないじゃん、さっきの話じゃないけど、で自分で作りたい場合はまず素人はこんなものを逆立ちになってもできないわけだし、うん、でやるっていうのも無理な話だよ、うん、だって何十万から何千万も下手すらかかるわけだからさ、うん、だからそれはできないんだけど、でも自分でこれ作りたくて量産でやるっつえばさ、量産でやるっつえば、これが小規模だってさ、または会社の中だってこの製作キャビティ部門、キャビ作れればできるわけよ、ああ、でプラスチックの成形する場合にはいろんな方法あるんだけど、はい、エポキシでこれ作るっていうやり方すれば、うん、100ショットか1000ショットぐらいはできて、ああ、でその技術が活かせるわけよね、でこれが量産できるでしょ、たら、うん、これ本格的にもちろんこれプラ簡易型から金型に移行するっていう人たちも多いわけ、うん、最初これこのゴム中継やるわけ、はい、でゴム中継が低リスクなんだけど、結局リスクが少なくてノウハウが少ないってことはどこでもできるわけよ、下手すれば、はい、ある程度の技術あれば、うん、でも量産の技術って結局
型に60型ぐらいこれ失敗しないと、生産しないと、この本型なんかは全然60型でも足りないぐらいの、うん、で発注するんだって ABC ランクがあって、そのメーカーが発注するところが限られるわけでしょ、はい、ある程度受注のその、インフラが整ってなければさ、うん、で下手すればスライドコアなんかあるわけだから、だから例えば写真の富士フィルムだったら、富士フィルムが発注するものなんかはさ、スライドが6歩スライドとかさ、8歩スライドとかさ、もう割り方がさ、国内でできないぐらいのものまであって、で例えばギアなんかだったらさ、ギアの1級2級3級とかさ、等級があるじゃん、はい、等級によってギアの精度が違ってくるじゃん、はい、そういうのは海外じゃなくて国内限定で、何社かってもう決まってるじゃん、はい、でそれ以外のところで受注しようったってなかなか受注できないって知らないしさ、だからウェブで募集するってこともあるんだけど、技術が分かんないじゃん、で何十億円って発注するわけだから、それなりの下地がないとさ、みんな得意分野得意分野でやってて、であるからさ、できないわけじゃん。だけどまた戻るけど、ここのプラ型で自分たちがやりたいものがあれば、それが一番本来的な姿なの。だけどいかんせんさ、作りようがないし、誰も教えないじゃん、自分たちでこれこのシリコンの作り方あれだけど、プラの作り方なんかさ、分かんない、で言わないし、で途中段階だから、それはやる方もこうやればできますってさ、安直にやるわけにいかないから、だけど自分たちが作る欲求があって、で技術があって、でそこにエポキシを使い回すところでの総合的なノウハウが集約されれば、もう作れる下地ってさ、みんなあるわ。だからこちらを視野に入れとかないと、これだけでいくらアルティブゴムだけで真空中継だけでいくらやっても、ここのところの違いは大きいですよってパターン、でせっかくやるんだったら同じ群馬に騙されたブレニー技研とすると言うことだけは言っちゃってもいいよって話で、型は持ってきてくれる、実際に磨いた、班長磨いた、磨かせたからさ、で3つそれは別枠の話だからまあ置いといて、うん、で型ね、型とりあえず型は、だから鐘の樹脂型だけだと、このプロト型でもね、簡易型って呼んでんだけど、ちっとも簡易じゃないのよ、高性能、高性能、極めて高性能で、これエポキシやった人たちだけじゃないとできないのよ、金型やった技術だけでもできないのよ、ちょっと待って、持って、重いから、これ重たいな、うん、でこれはこれのこのモールドベースのこの中身だから、壊さないでね、 OK、 それで今度置いて、うん、でこれのこのモールドベースの、社長このこれハッチングしてあるところ、斜線切って入るところはみんな金属、うん、でこれが中身、この黄色と、黄色じゃなくてオレンジとピンク、キャビとコア、うん、中身で全部は見せないで、ここのところ、ここのところだけね、これが中身、これがこれが携帯電話だよね、でこれ裏側、ほらこれ裏側、裏側ね、うん、でこれが駒、真鍮の駒、ね、でこれがここに入るわけで、これイデコっつってんだけどさ、うん、で製品と透明の製品と一緒に押し出しながらパカッと外してやると、うん、中子でこれが取れるわけ、で一つ簡単な作り方はこういうこと、だからほら金属でしょ、ここ、ここ、うん、ここ
いや、これですよ、うん、で、これがほらみんな立ち上がりのさ、うん、携帯電話なんかの爪のとこね、爪のところで、これで押し出しピンでエジェクターピンって言ってるんだけど、うん、これで押してやるわけだ。これはエポクシなわけ。これがエポクシ。これがここのとこが、そこのところがエポクシ。見てみなね、横から、ね、で、これが真鍮の駒。ほら真鍮の駒、これ沖中号って言ってるわけ。さっき言ったとアンダーカットになってるわけ。これが抜け出せないから製品と一緒にこれ抜いてやってポコッと取るわけ。うんとアンダーカット。だからこれが樹脂型、樹脂のエポキシの樹脂と鋼金属、それと金型のパーツで、社長ここのとこに書いてあるこれがコア部分。コア部分ね、うん、でこれをこのモールドベースの中に入れ込むわけ、うん、でこの丸い穴開けたエジェクターピンで押し出して携帯電話を取るの試作。うん、これで試作。試作、それで100ショットとか200ショットぐらいしか取らない。で、保管数もったいないでしょ。そうね、うん、これちなみにこれ1個作るにいくら？200万とかなんかそういうんだよ。全部作ってよ、モデル型って40何万とかさ。すごいな、うん、で量産だってそんな高くないのよ。今はもう生産台数だけ作ってやっちゃうから、うん、元取るやろうね。いやー、そうでもないよ。そうでもない、うん、だって堪能期だもん。いっぱいこれに関わる人がいるわけ。うん、うん、だから高くなる。でこれはこれが一つで沖中号で、班長悪いけど中号これちょっと、はい、そこ大事にしまっといてください。はい、はい、うん、これがキャビね、あコアね、コアね、こちらの部分、うん、でこれさっき言った通りやろうとなったら樹脂をいじれる人しかできないね。うん、その辺でパティいじるようやつね。そうね。で金型で掘るやり方って逆だからできないの。でこれは樹脂がだってこの上下ピンクのところとオレンジのところとまっすぐつら位置じゃなくても、これとこれが V 字になってても、アンダーカットになっちゃダメだけど、製品自体はこれとこれの基準とグイチになってても樹脂だけやれれば取れちゃうわけ。それで樹脂型じゃないとダメ。さっきのあれ出し、あのキャビ部分どっちになってるの？こっち？どっちでしょう？どうですか？これ違う？さっきのあれよ。見せて。うん。ちょっと見せて。合わせの部分ね。はー、これが合わせの部分。いいよ。寝てんか、うん、来たよ。来てまだこれが今社長と話しようけん、ごじゃんぐり来た。で、これがピンクの部分。ね。で、ほら、このさっきの真鍮があったでしょ、うん。これとみんな合うわけ。パカッと。それで、これが00であって、で、これで00であって、これ見ればエポキシだってわかるでしょ。うん、ね。触って。錆びないから、この部分は。これあれ？あれじゃない。あれよりもっと耐熱性があって、また違う材料。うん。これは、国内で名だたる企業が開発したやつ。でも、そのとこね。違う。なんで僕がっていうと、この技術を、教えてって言われたから。だから何でもできるわけ。これもできるよ、もちろん。うん、もちろん。こんだけ材料を作ってるわけだから。で、一つはこれが開発目標だから、この材料が。これさ、普通のエポキシだと割れちゃうわけ。弱いわけ。うん、だから熱に強くて、圧力に強くて、この成形に耐えられる、つうことが、これが、これの、この簡易型の、早く作るエポキシの型のポイントなわけ。だから光沢出てるでしょ。うん、いや光沢も出てるけど、ここを見たらもう丸くしわかるよね。そうでしょ。ここを削る、これは機械で削ってるわけよ、うん、でこれにはめ込むわけ、うん、だからこれがこういうふうになってるわけ、ね、うん、こういうふうになってこのピンク色なわけ、う
うん、でこのゲートはどこかといえばここに金属の部品入れて、ここからゲート、ここから回してるわけ。要はこれと同じよ。これの湯口がどこって言えば、これみんな湯口なわけよ。ね。で、ボタンの実際の形状は、ね。ボタンの形状は、これがボタンの形状なわけよ。で、これがここに入るわけよ。ね。それで製品になるわけよ。だから、これがこうでしょ。だから余分なわけよね。これがこうでしょ。とここも同じなわけよ。これはこのところに金属のこれ丸いパーツが来て、そこからランナーゲート、この余分なところね、はわしして、でこのぐるっと携帯電話のこのぐるっと回すわけ。うん、うん、でここのところカットしちゃうわけだけどね。そうじゃないと意味がないからさ。でこの上下の上側なわけ。うん、でボタン作ろうと思えばさ、同じようにしてこれ作れるわけ。ああ、そういうことね。うん、だけどこの材料がないとできないよと、うん、でこの技術がないと作り方が分かんないと分かんないよと、うん、だって一番最初言った通り、九州のそのなくなっちゃったっつう、あれ、この作り方を教えてっつってさ、来てで、OK 取って、で、言い始めたら、1ヶ月で、お亡くなりになっちゃったって。で、これはこれでしまっといてください。エボキシでしょ、うん、見るからに。ね、これが形なわけ。そういう意味で言えば。これが入るわけ。金属の中に。ね。で、群馬は、こういう下地がみんな揃ってるわけ。ある程度で藤岡から富岡、うん、こういう関連の仕事やってるところが FRP のあれじゃないけど300件ある。だから地域的にはある程度九州の一部の地区、それとかあと門間、要するに松下の、うん、関連だよね、みんな山陽とか門間地区と、あと一宮からあっちの名古屋、それとあと鬼怒川利根川水系の、うん、ホンダの関連とか日産の関連含めてみんなあるわけで、群馬はもっと古いのよ。富岡製紙が世界遺産になったじゃん、うん、あれの製紙関係から始まって、うん、でほらプラスチックは第二次世界大戦後からっつってたけど、はい、繊維不況になったでしょ、はい、それ含めて重工業地帯の下請けなり、それよりもっとは富国強兵の富岡製紙からの流れで、うん、やっぱりなんとか工業とかさ、みんなあるわけよ、うんうん、だから全然別のインフラでもって下地のこういう工業製品作る外注、メッキからあるわけだから、うん、インフラは整ってるわけ。知らない話だろうけど、自動車関連やってれば知らないけど、工業関係とか産業関係やってればあるわけ、ね、その辺にそうあるわけ、ね、そう、うん、確かに船がつかないからコンビナートはないんだけど、コンビナートからの下請けっていうかさ、外注協力産業はみんなあるわけ。ボデーなんか何でもいい。はい。ビンズはやっぱりエボキシに限るけど。社長ちほら持ってくるようなさ。それはだから真空中継で作ったやつ。あ、これよ、これ。こっちの真空中継の RTV の、うん、これよ、これシリコンゴム、これと同じよ。それさ、一生懸命作っても結局イミテーションだから、うん、作ってる限りでしょ。それイミテーションって言えばさ、聞こえは悪いけどさ、うん、それは力作じゃん、そういう意味では一応、ね、うん、でも
いくらやったところでさ、そのしつこく言ってる通り、イミテーションはイミテーションだから。そうでしょ、うん、あの偽物はさ、どこまで行っても偽物じゃん。そういう意味で言えば、うん、真空中継っては言うよ、うん、それは画期的な方法だけどさ、あのそういう意味で言えば魔界物じゃん。要するに作り物じゃん。え？そうですね、うん。で、なんでそれがあのできてきたかっていうと、あの難しくないからよ、うん、その真空中継がさ、これが出てきたのさ、あの楽だからよ、うん、リスクが少ないわけよ。で、話し始めていいでしょうか。はい、はい、もうやっぱり真空中継機がいるんだよね。ん？やっぱり真空中継さ、はい、命を奪ってさ、はい、九州の片屋さんが、はい、あ、言った人がいるんだよ。これで、これでさ、結局このプラガタ、はい、言った人が九州の人いるんだけど、言って一ヶ月経たないうちに心臓を抑えて亡くなっちゃったの。結構大きな九州の片屋さん、うん、で木型とか樹脂型とかみんなやってたんだけど、もう何十年も前、35、6年ぐらい前じゃない、うん、でじゃあそれは分かってる範囲でプラ型の作り方言いますよって言ったらさ、1ヶ月経たないぐらいでそこの社長心臓を抑えて行っちゃいましただから あの社運をかけるとか、あの死んでも頑張りますとか言わないでねっていつも言うんですよ。だって所詮は仕事なんだからさ、うん、趣味じゃないんだからさ、趣味でやってても命だけは、命まではかけないでねって言うわけ、うん、で俺みたいに生半可だよ。いやいやで、でほらあの社長のあのやってたと言ってたとこはさ、はい、これのなんでそんなに僕が入れ込んでるかっていうと、自分で車作る時とか、まあこれ家電とか通信とかもあるんだけど、自分で車作る時はさ、あの何が自分で作りたいのかが分かるわけでしょ。結局自分で作りたいものがボタンなのかね、うん、そうレンズなのか、これで言えばこういう、これだったらこれでボタンなわけだよね、これのペンなわけだよね。これもね、これのスタイラスペンのペン先なわけだよね。これ作りたいっていうさ、真空中継のさパターンがあるわけだよね。これね。で本当だったら量産でプラガタでかあの型作っちゃえばいいわけだけど、そこまでの量がない場合はさ、やっぱりさこれのプラガタになるわけだよね。シリコン型になるわけだよね。これボタンだよね。でこれ同じさ、これはもっとでかい型で。こういう真空中継のパーツ作るわけ。これボタンだよ、ね、だからこのボタンがここに来るわけです。ここに、これですね、これにね、うん、このボタン、これとこれは同じじゃないんだけど、要するにこれなわけ、ボタンなわけ、うん、で、あそこにあのシルクもあれ持ってきたから、シルクもできるんだよ。どうぞ、あ、これ、あ、これだ、これでさ、結局、中身はこの真空中継なんで、そのこれボタン、これ900に透明樹脂、はい、来たお客さんにあのくれてやることもあるんだけどさ、これがボタンなわけよ。こうで、ね、全部ね、こういろんなで、これさほらシルクかかったでしょ、うん、シルクが、うん、このシルクまでかけてさ、これ手の模様ね、電話の模様とか手の模様とか、はい、でこれ赤いさオプションだったらこの透明の部品だってできるわけです。で社長はボタン作りてんだ、ボタン作りてんだっていう話があるから、いくら仕事を一生懸命やってもさ、所詮はまがいもんだからさ、言っちゃ悪いけど材料はウレタンかエポキシかポリエステルなんですよね、うん、ですよ。で
これはエポキシと売れたんだって、そのものとしては悪くないけど、量産のプラスチックとはまた違うわけ。うん、うん、だから量あのもしこれ目指すんだったら、うん、これはこれでいいわけだけど、でリスクも大きくないんだよ、この作り方は。これが一番、そう、これが一番楽な作り方。低コストの、低コストでリスクが少なくて失敗しなくて、でも泡があればさ、うん、1個泡があれば不良になっちゃうでしょ。でもさ、この量産品はそんなもんじゃないわけよ、そのリスクの度合いが。型から作るって型売り型でね、作るわけがあるわけだ。でカメラのパーツだってあるし、大きく言えば目薬 あのブロー成形の型なんかみんなそうだよ。でそれ売らないし、売り返すってもメーカーだけにしか売らないじゃん、型屋さんは、うんうん、だけどほらメーカーが発注しないとこれはさ品物ができないじゃん、型ができないじゃん、うん、さっきの話じゃないけど、うんうん、で自分で作りたい場合はまず素人はこんなものを逆立ちになってもできないわけだし、でやるっていうのも無理な話よ。だって何十万から何千万もひたすらかかるわけだからさ、だからそれはできないんだけど、でも自分でこれ作りたくて量産でやるっつえばさ、量産でやるっつえばこれが小規模だってさ、または会社の中だってこの製作キャビティ部門キャビ作れればできるわけよ。でプラスチックの成形する場合にはいろんな方法あるんだけど、エポキシでこれ作るっていうやり方すれば100ショットか1000ショットぐらいはできて、でその技術が活かせるわけよね。でこれが量産できるでしょ。そしたらこれ本格的に、もちろんこれプラ簡易型から金型に移行するっていう人たち多いわけ。うん、最初これこのゴム中継やるわけ、はい、でゴム中継が低リスクなんだけど、結局リスクが少なくてノウハウが少ないってことはどこでもできるわけよ、下手すれば、はい、ある程度の技術あれば、うん、でも量産の技術って結局型に60型ぐらいこれ失敗しないと、生産しないと、この本型なんかは全然60型でも足りないぐらい、うん、で発注するんだって ABC ランクがあって、それメーカーが発注するところが限られるわけでしょ、はい、ある程度受注のその、インフラが整ってなければさ、うん、で下手すればスライドコアなんかあるわけだから、だから例えば写真の富士フィルムだって、富士フィルムが発注するものなんかでさ、スライドが六方スライドとかさ、八方スライドとかさ、もう割り方がさ国内でできないぐらいのものまであって、で例えばギアなんかだったらさ、ギアの1級2級3級とかさ、等級があるじゃん、はい、等級によってギアの精度が違ってくるじゃん、はい、そういうのは海外じゃなくて国内限定で、うん、何社かってもう決まってるじゃん、はい、でそれ以外のところで受注しよったってなかなか受注できないって知らないしさ、だからウェブで募集するってこともあるんだけど、技術が分かんないじゃん。で何十億円って発注するわけだから、それなりの下地がないとさ、みんな得意分野得意分野でやっててってあるからさ、できないじゃん。だけどまた戻るけど、このプラ型、はい、で自分たちがやりたいものがあれば、それが一番本来的な姿だけど、いかんせんさ作りようがないし、はい、誰も教えないじゃん、うん、自分たちでこれこの作るシリコンの作り方あれだけど、プラの作り方なんてさ分かんない、うん、って言わないし、で途中段階だから、それはやる方もこうやればできますってさ、安直にやるわけにいかないから、うんうん、だけど自分たちが作る欲求があって、で技術があって、でそこにエポキシを使い回すところでの総合的なノウハウが集約されれば、もう作れる下地ってさみんなあるわ。だからこちらを視野に入れとかないと、これだけでいくらアルティブゴムだけで
真空仲介だけでいくらやっても国交のところの、 あの違いは大きいですよ、うん、で、せっかくやるんだったらあの同じあの群馬に騙されたブレニー事件とするとあの言うことだけは言っちゃう、言っちゃってもいいよと。で、型は持ちてくれる。実際にあの磨いた、班長磨いた、磨かせたからさ。で、3つ、あ、それは別枠の話だから、まあ置いといて、うん、で、型ね、型、とりあえず型は、うん、だからあの金の樹脂型だけだとこのプロトガスでね、カニ型って呼んでんだけど、ちっともカニじゃないんだよ。高性能、高性能、極めて高性能で、これあのエポクシやった人たちだけじゃないとできないの。金型やった技術だけでもできないの。あ、持って、重いからこれ、顔だな、うん、で、これはこれのこのモールドベースのこの中身、あ、こうさないでね。で、今度置いて、うん、で、これのこの、モールドベースの、社長、このこれハッチングしてあるところ、車線に入るところはみんな金属、うん、で、これが中身、この黄色と、あ、黄色じゃなくてオレンジとピンク、キャビとコア、うん、中身で、全部は見せないで、ここのところ、ここのところだけ、ね、これが中身、これが、これが、携帯電話、だよね。で、これ裏側、ほら、これ裏側、裏側ね、うん、で、これが駒、真鍮の駒、ね、で、これがここに入るわけ。で、これ入れ子っつってんだけどさ、で、製品と、透明の製品と一緒に押し出しながらパカッと外してやると、うん、中子でこれが取れる。で、一つ簡単な作り方はこういうこと。だからほら、金属でしょ。ここ、ここ、うん、ここ。今日はこれですよ。うん。で、これがほら、みんな立ち上がりのさ、携帯電話なんかの爪のところね、爪のところで、これで押し出しピンでエジェクターピンって言ってるんだけど、うん、これで押してやるわけ。これがエポクシなわけ。これがエポクシ、これがこのところ、そこのところがエポクシ、見てみなね、よっからね。で、これが真鍮のコマ、ほら真鍮のコマ、これ沖縄を使ってきた、アンダーカットになった。これが抜け出せないから製品と一緒にこれ抜いてあってポコッと取るわけ、とアンダーカット。だからこれが樹脂型、樹脂のエポクシの樹脂と鋼金属、それと金型のパーツで、社長このとこに書いてあるこれがコア部分、コア部分ね、うん、で、これをこのモールドベースの中に入れ込むわけで、この丸い穴を開けたエジェクタービンを押し出して携帯電話を取る、もう試作、これで試作、試作、それで100ショットとか200ショットぐらいしか取らない、で、フォーカスもったいないでしょ。そうね、うん、これちなみにこれ1個作るのか200万とかなんかそういうの、全部作ってモデル型って40何万とか。すごいな、うん、で、量産だってそんな高くないの。今はもう生産台数だけ作ってやっちゃうから。うん。モデル取るやろうね。いやー、そうでもないよ。そうでもない。うん。だって堪能期だもん。いっぱいこれに関わる人がいるわけ。うん。うん、だからお金高くなる。で、これはこれが一つ。で、浮き中が。で、ちょ悪いけど、中子、これちょっと、はい、そこ大事にしまっといてください。いっぱいよ。これは、これが、キャビね。ああ、コアね。こちらの、こちらの部分、うん。で、これ、さっき言った通り、やろうと思ったら、樹脂をいじれる人しか、やれないよね。うん。その辺のパッケージ言うやつ、ね。そう。で、金型で掘るやり方って、逆だから、できない。
で、これは樹脂がだって、この上下、ピンクのところとオレンジのところと、まっすぐつらい地じゃなくても、これとこれが V 字になってても、アンダーカットになっちゃダメだけど、製品自体は、これとこれの基準と V 字になってても、樹脂だけやれれば取れちゃう。それで樹脂ガスじゃないとダメ。さっきの、あ、出しあのキャビ部分。どっちになってる？こっち？どっち？で、これがピンクの部分。ね。で、ほら、このさっきの真鍮があったでしょ。うん、これとみんな合うわけ。パカッと。それで、これが00であって、で、これで00であって、これ見ればエポキシだったらわかるでしょ。ね。触って。錆びないんだ、この部分。ここはあれ？あれじゃない。あれよりもっと耐熱性があって、また違う材料。うん、これはあの国内で名だたる企業が開発したやつ。何でこれ違う。なんで僕がって言うと、この技術を教えてって言われたから。だから何でもできるわけ。これもできるよ、もちろん。もちろん。こんだけ材料を作ってるわけだから。で、一つはこれが開発目標だから、この材料は。これさ、普通のエポキシだと割れちゃうわけ。弱いわけ、うん、だから熱に強くて圧力に強くて、うん、この成形に耐えられるつうことが、これがこれのこの簡易型の早く作るエポキシの型のポイントなわけ。だから光沢出てるでしょ。うん、いや光沢出てるけど、ここを見たらもう歴史わかるね。そうでしょ。ここを削る、これは機械で削ってるわけよ。で、これにはめ込むわけ、うん、だからこれがこういうふうになってこういう風になって、このピンク色なわけ。うん。で、このゲートはどこかって言えば、ここに金属の部品入れて、ここからゲート、ここから回してるわけ。要はこれと同じよ。これの湯口がどこって言えば、これみんな湯口なわけ。ね。で、ボタンの実際の形状は、ね。ボタンの形状は、これがボタンの形状なわけ。で、これがここに入るわけ。ね。それで製品になるわけ。だから、これがこうでしょ。だから余分なわけよね。これがこうでしょ、うん、とここも同じなわけよ。これがこのところに金属のこれ丸いパーツが来て、そこからランナーゲート、この余分なところね、はわしして、でこのぐるっと携帯電話のこのぐるっと回すわけ。うん、うん、でここのところカットしちゃうわけだけどね、うん、そうじゃないと意味がないからさ。で、この上下の上側なわけ。うん。で、ボタン作ろうと思えばさ、同じようにしてこれ作れるわけ。そういうことね。うん。だけど、この材料がないとできないよと。で、この技術がないと、作り方が分かんないと分かんないよと。だって、一番最初言った通り、九州の、なくなっちゃったっていう。あれ？この作り方を教えてっつってさ、来て、で、OK 取って、で、言い始めたら、1ヶ月で、お亡くなりになっちゃったっつって。で、これはこれでしまっておいてください。で、こんなの、お菓子はもったいないでしょ。うん。で、だから、これだけ取れば、こういう形。で、ベースと話せれば、この中身だけは、こういう形になりますよ。何なんだよ、じゃあ。いや、だから、エポキシとガンピングの材料。社長のところで言ったら何？社長のところで言ったら名前は付けてません。900プラス、3だ。いや、特に見積もりないからあれだけど、これで言えばさ、これがエポキシでしょ、ね、これでしょ、エポキシでしょ、うん、見るからに、ね、これが形なわけ。そういう意味で言えばこれが入るわけ、金属の中にも、ね、で群馬はこういう下地がみんな揃ってるわけ、ある程度で、藤岡から富岡、うん、こういう関連の仕事やってるところが
あの FRP のあれじゃないけど300件ある。だからあの地域的にはある程度あの九州の一部の地区、それとかあと門間、要するに松下の、うん、あの関連だよね、みんな山陽とか、あの門間地区とあと一宮からあっちの名古屋、それとあとあの鬼怒川利根川水系の、うん、あのホンダの関連とか日産の関連含めてみんなあるわけで、群馬はもっと古いね、うん、あの富岡製紙が世界遺産になったじゃん、うん、あれの、あの製紙関係から始まって、うん、でほらプラスチックは第二次世界大戦後からっつってたけど、はい、繊維不況になってるでしょ、はい、それ含めて重工業地帯の下請けなり、それよりもっとは富国強兵の富岡製紙からの流れで、うん、やっぱりあのなんとか工業とかさ、みんなあるわけ、うんうん、だから全然別のインフラでもって下地のこういうあの工業製品作る組あの外注、はい、メッキからあるわけだから、うんうん、あのインフラは整ってるわけ、知らない話だろうけど、うん、自動車関連やってればだけやってれば知らないけど、工業関係とか産業関係やってればあるわけ、ね、その辺にそうあるわけ、ね、そう、ね、うん、確かにあの船がつかないからコンビナートはないんだけど、あのコンビナートからの下請けっていうかさ、外注協力産業はみんなあるわけ、うんうん、で東京の奥座敷だから、うん、そこそこ値段